バッタ目は昆虫類の分類群の一つ。バッタ、キリギリス、コオロギ、ケラ、カマドウマなどが属するグループである。直子目とも呼ばれる。かつてはカマキリ、ナナフシ、ゴキブリ、ガロアムシまで含んだ大きな目で扱われたが、現在はこれらをそれぞれ独立した目として扱う分類法が一般的である。熱帯から寒帯まで全世界の陸上に広く分布する。 種類数は分かっているだけで、約1万5千種類ほどだが、今後も熱帯雨林地帯を中心に多くの新種が発見されると考えられている。うち日本では150種類以上が知られる。体は前後に細長く、やや左右に平たいものが多い。触角は単純で長く、特に夜行性のグループであるキリギリスアーモクは、ほとんどが体長よりも長い触角を持つ。 メディアを再生する、トノサマバッタの跳躍の高速度撮影客の中では、特に後ろ足が長く発達し、移動や敵からの闘争の際によく跳躍する。後ろ足のもも節には筋肉がつき太くなっている。また、各足のすには小さなトゲの束がいくつもあり、キリギリスアモクの肉食性の強い種類では獲物を足で抑え込むため、トゲが長く鋭く発達する傾向がある。 主に植物の波状で生活するものは、施設足先に吸着組織を備える。バッタアモクでは、爪バ板、キリギリスアモクでは、シトネバンと呼ばれ、いずれもガラスプラスチックなどの平滑な面を歩く際に、寄与する。後ろ足の発達の悪い一部の種類ではほとんど、跳躍を行わない種類もある。口には、大顎が発達し、食物をかじって食べる。 バッタアモクはほとんど植物食だが、キリギリスアモクでは、雑食や肉食のものが多く、肉食の強い種類は天敵に捕獲された際に、大顎で噛みつくことも多い。キリギリスなどに噛まれると結構痛い。一部の種類、ツユムシアカ虫マオヤカやか、クツワムシアカコオロギでは、簡単カは、カマキリのように暗いところで複眼の色が黒っぽく、変わる。成虫には、 羽があり、これを使って活発に飛ぶものがいる。一方で、羽が臨場に退化して飛行能力を失ったものや、羽か直後は、講師があって飛べるがしばらく後に講師が抜け落ちて飛ぶ、能力を失うもの、等もいる。キリギリスアモクでは、オスの前肢に、ヤスリのような発音器官と共鳴質を備え、前紙を擦り合わせ大きな音を出して鳴く種類が多い。鳴く種類では、 オスの前肢の死脈が複雑になるが、メスの死脈は前後に単純に伸びる。バッタアモクにも、鳴きイナ子や少量バッタなど鳴く者がいるが、これらは前肢と後ろ足、または前肢と後肢を擦り合わせており、キリギリスアモクとは鳴く仕組みが異なる。鳴き声は他個体との通信手段として用いられる。バッタアモクでは、後胸部の側面、キリギリスアモクでは、 前足形節の付け根に耳を持っていて、ここでた個体の鳴き声や物音を聞き取る。鳴き声は、オスがメスと出会い配偶行動を取るための手段としてのほか、個体ごとの移動による過剰な拡散を防いだり、危険を感じて泣きやむことで、他の個体にも危険を知らせている、などの意味がある。腹部は11個の腹節があるが、最後の第11腹節は退化していて、 第9複節と第10複節にオスの生殖器やメスの産卵管、尾毛が集中する。尾毛は触覚よりも太くて短いが、コオロギ類ではかなり長く発達する。これもまた触覚と同様に周囲を探る感覚器となっている。生活史はさなぎの時期を経ず、卵幼虫成虫という不完全変態を行う。卵は途中や 植物の組織内に産み付けられる。バッタアモクでは、メスが腹部を土中に差し込み、粘性のある体液を分泌し泡立てて、卵納を作るのに対し、キリギリスアモクでは、メスの腹端に長い産卵管があり、これを土中や植物の組織に突き立てて一粒ずつ産卵する。孵化した幼虫は、羽がなく体も小さいが、ほぼ親と同じ体型で、 親と同じ食物をとって成長する。ヤブキリの一種テッチゴニアビリディシマアシグロツユムシのメス、ファンラプターアニグロアンテナタ。ありがとうございます。